山本陽子は映画界で7年にわたり活躍する一方で、私生活では恋多き女性としても知られている。彼女の初のスキャンダルは不倫報道から始まり、21歳年下の俳優との熱愛など世間をたびたび驚かせた。山本と関係があったとされる元恋人たちは自ら命を絶つという悲劇的な結末を迎えており、その都度山本の名前がメディアに取り上げられてきた。山本陽子の人生は映画界での成功と私生活での波乱が交差する。彼女は日活ミューフェイスとして芸能界に入り、清楚な美貌で人気を博した。しかし恋愛面では複雑な関係が続き、特に元恋人たちの自死は大きな話題となった。一人目の元恋人はテレビドラマで共演した後不倫疑惑が浮上し最終的に自死を遂げた。二人目の元恋人も山本との熱愛後に自死した。これらの出来事は山本陽子のイメージに影を落とし、恋愛スキャンダルの真相について様々な憶測を呼んだ。山本自身はこれらの関係や事件について公に詳細を語ることは少ないが、彼女の人生とキャリアは美しさと才能、そして私生活の複雑さが絡み合ったものである。